エスカレーターが逆、クレープが美味しい誰もいないみたいな、だから分かんないみたいな、はい、驚いてくれたら嬉しいなと思います。Guys and girls, I'm Ask Japanese. This is Kattegat, and today I'm gonna go and ask the Japanese people here what surprised them when they came the first time to Tokyo, and what they think foreigners will generally be surprised about when they come to Tokyo for the first time as well. So let's go and ask Japanese. 電車の、あの、駅のエスカレーターが逆。立って上がっていく人と歩いて上がっていく人のが逆。左が乗るだけで上がっていく人で、右側がこう歩いて登っていく人なんですけど、京都とか奈良とかは逆で、右が立って上がっていく人で、左がもうそのまま歩いて上がる人なんで、最初右に乗ってみんな上がっていくから、あ、逆やっていうのに気づいた。じゃあ同じ国の中でもどこで止めてどこで歩いていいのは違うんですね。若干多分違う。人の多さ、ぶつかる、人にぶつかるみんな歩くスピードが速くて怖い一番人が多いやばいと思ったところは、え、ここ竹下通り、ここ茨城とかじゃ全然日にならない。なんか人にぶつかってやべえやつがいた変な人が多い。あ、結構いるよね。あの怖い人とかよりもちょっと制服おじさんだよねハロウィンをやたらやりたがる、はい、例えばどこ、え、渋谷に行って騒ぎたがるさあサッカーの時とかね。さあ私この間おととい土曜日、日曜日に嵐のコンサート行ったんですよ。東京の公演は人がすごいテンションが高いって言ってたんで、人の多さ、電車の量、群馬と大違いです。1時間に1本とかあるんで、だからそれです。電車を待たないこと。どういうことですか？例えば私が住んでるところだったら、1本電車を逃したら次が15分先とか30分待たないと来ないけど、ここだと1本逃してももう2分後には次のが来るから待たなくていいなと思いました。ビルが高いですね、やっぱり香川県と比べて。どこやったっけ、光へ行ってきました。渋谷の街が、あの皇居の前とか行ったんですけど、すごく綺麗で、なんか看板とか、大阪とかの方はすごいなんかビラとかが多くてゴミゴミした感じとかあるんですけど、東京のあの辺りはすごく綺麗で、緑が少ないなと思って、ね、建物全部高いし、可愛いものがいっぱいある、あと美味しいものがいっぱいあると思いました。あのさっきのあっちにあるわたあめとか、大きいわたあめです。カラフルな。クレープが美味しい。クレープが美味しい。何のクレープがおすすめですか？やっぱりチョコバナナ。チョコバナナ。はい、地元で美味しくないんですか？地元はまずいですね。私が京都やったんで、小学校の蛇口からお茶が出る。ああ、すごい。あのなんかお茶飲み場みたいなところがあって、でコップが置いてあって。あのお茶って書いてる蛇口と水って書いてある蛇口とかあって、お茶が出る。普通に普通に飲めます。へー、すごい。そう、でも京都の中でも南の方だけらしくて、私の地域はお茶が出た。でなんか夏とかは水筒の水とか お茶がなくなったらそこに入れに行って教室持って上がって飲むみたいな、とかその場でもコップ置いてあるから飲める。福岡からもびっくり、うん、そうですね。なんか みかんの、なんか愛媛がさ、みかん出ますよね。お茶の代わりに、うん、お茶の代わりに出るところあるらしいですけど。可愛いものが多い学校、今専門学校で美容の専門学校行ってるんですけど、日本の可愛いを伝えようみたいなのもやってて、で、可愛い選手権っていうのをやってるんですよ。これ全部手作りで、わあすごい。あの1年生なんですけど、先輩が手作りして、衣装を着てメイクを30分で測って、メイクのコンテストで、はい、で、なんか東京の可愛い大使を決めて、で、中国とかベトナムに行って訪問するそう、訪問するみたいなコンテストとか、そういうのとかやってる。地元はちょっとないですよね。田舎すぎて何もない。本当に田舎だから緑の多さ。あ、逆に茨城は普通に田んぼすごいいっぱいなんです、はい、田んぼに一本道ドンってある感じもあるし、だからそこに逆に驚くかなっていうのはあります。人のいなさに驚くかもしれない、逆に逆パターンで逆人の少なさに、多分道聞くのにも
誰もいないみたいな、だから分かんないみたいな、はい、すごい迷子になるパターン、迷子になるとこもある。夜とかもこっちみたいにいつまでも明るくないから真っ暗、うん、建物が少ないから夜道とか怖いよね、うん、怖い。自然がすごいあるってことは、なんか珍しい動物が出たりとかしますか？動物、まあ、でも普通にタヌキとか道路横切ったりする。看板に注意みたいな、タヌキで出没注意みたいなのもある、猿いますよ、たまに、すっごいたまに。私めっちゃ前に見ました、家の前の森みたいなとこにいるから気をつけてみたいな。100均とかですか？ワンコインショップ、はい、海外で今の日本の100均のクオリティで100円は出せないと思うから、なんかホームステイを受け入れたことがあって、外人の子を100円ショップに連れて行っただけなのに、すっごい嬉しそうに楽しそうに買い物してたんで、多分外国の方は100均は楽しいんじゃないかなって。確かに最高ですその子は何を買ってたと思い、なんか思えてますか？なんかキャラクターキティちゃんとかが、ティッシュケースとかそういう小物系をたくさん買って帰ってました。対応が親切とか、物が安い、服とか、はい、雑貨。広島の宮島、あ、宮島に海に鳥居が立ってるとこですね。はい、はい、ぜひまた来てください。その鳥居が感動する。感動します。僕は出身は兵庫県の姫路市っていうところで、まあ、姫路には姫路城っていう城があるんですけど、やっぱりその建物とかが瓦の屋根になってたりしてて、それがすごい日本独特なんで、驚いてくれたら嬉しいなと思います。まあ温泉とか海外にはないから、なんかそういうくつろぎ方とかいいじゃないですかね。関西人は気が強い、言い方が。歩くのが早いとかびっくりしますか？うどんですね。僕、まあ、香川に今おるんですけど、うどんの美味しさには多分びっくりすると思います。じゃあそれで全ての質問でした。ありがとうございます。ありがとうございました。So, people, trains, those are the things that people are very much surprised about when they come to Tokyo. Don't forget, not everywhere in Japan looks like Tokyo, even though we get the most features abroad about Tokyo. So, quite a lot of people happening, quite a lot of things happening in this town, so many people. And the best example is probably Shibuya Crossing. You might have seen it in movies where so many people cross at the same time. The first couple of times I went to Shibuya and saw that crossing, I felt nauseous, I felt dizzy, because it was just so many people and so many things to take in at the same time. So how about you? What surprised you when you came to Tokyo, if you came to Tokyo? And what do you think will other people be surprised about when they come to your country? So I'm curious about reading your answers for that one. Thank you very much for watching. There will be some links in the bottom. And I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye! But don't forget, I have my own channel as well. Visit me there. Be nice to see you.